父さんがサッカーやってて始めました。小学校3年生の時に始めて、泉 FC で始めました。小学校6年生の遠征が思い出に残ってます。高台中学です。西部大会で3位になったことを覚えてます。中学の 2,3 年生の担任が南高校で、南高校に入りたいなと思いました。フィジカルがきつく文武両道を目指せるチームだなと思いました。結構上を目指せるんじゃないかなって思います。個人技術がみんな結構あるので、そこが強みだと思います。県ベスト16です。